こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますカメラは、ライカ M3 と並んでですね、ライカの代表的なレンジファインダーフィルムカメラボディ、ライカ M4 になります。はい。ご覧の通りですね、ライカ M4 ですね。セリアルが1214840ですので、1968年のドイツ製ライカ M4 ということになります。はい。ですね、じゃあ外観から見ていきますけれども、はい、ご覧のようにですね、目につくですね、当たりへこみとかですね、大きな傷などは見当たらないんですけれども、まあ、概ね綺麗な状態ではありますが、こういうところもセレとかないですね。強いて言うと、ここにですね、ちょっと小さなコツッとした当たりが見えますね。ここですね。はい。あとはですね、ないかな。サイドの金具の跡とかもないですね。はい。こういうところには、当たりとか、こう、ないですよね。はい。あとはですね、この、巻き上げの、このクランクですね、のところにですね、ちょっと摩耗が見えるかなという程度ですね。ちょっと見にくいですけども。はい。ほぼほぼ、ないと思っていただいていいとは思います。あとはですね、底蓋にですね、ちょっとやっぱりこう、細かいすれは、ちょっとちらほらと見えますね。ただ、まあ、落下して、まあ、凹んでしまったりとかですね、当たったりとか、こう三脚の跡があったりとか、そういうことはないですね。あとは地面に置いてゴリカリってやったり、したような跡は見受けられないですね。背面のバックドアの塗装もしっかりしております。アイキャップも綺麗ですね。はい。あとはこういった突起部の塗装の摩耗、メッキの摩耗なども見えないですね。はい。という感じで、おおむね備品と言っても過言じゃないかなとは思いますね。はい。で、ファインダーもですね、こう見ても、曇りカビ、バルサム切れとかですね、ゴミ釣りの、目立つようなものは全く見当たらないですね。はい。で、接眼部から見てももちろん、クリアな視界をキープしておりまして、ゴミ水混入とかですね、曇りカビなどはありません。ブライトフレームもですね、こうフレームセレクターとレンズの脱着によってですね、しっかりと改変して見えております。あとは、ピントの入像もですね、くっきりはっきりコントラスト強く見えておりまして、縦ずれもなくですね、ピント合わせ、フレーミングともに、何のないクリアなファインダーキープしてます。パララックスも正常ですね。はい。あとは針側ですかね。針側もですね、こういった欠けたり剥がれたりとかしやすいところもしっかりしておりまして、綺麗ですね。はい。こうしっくりと手に馴染む感じで、こう乾燥してパキパキ浮いたりもしてないですね。はい。という感じですね。外観は非常に綺麗だと思っていただいて大丈夫です。はい。じゃあですね。シャッターをチェックしていきます。シャッターは低速の1秒から見ていきましょう。これで1秒ですね。はい、1秒安定して刻んでますね。はい。これは2分の1秒ですね。2分の1秒も、はい、安定して切れてますね。はい。続いて4分の1秒です。はい、いいですね。低速にシャッターの粘りとか膜の遅れなどなくしっかりと切れているのがお分かりいただけます。続いて、収束の125分の1秒です。はい。シャッター音が変わりましてですね、こうシャッとしっかり収束切れてますね。スナップなどではよくお使いになるスピードだと思います。じゃあここで、セルフタイマーもチェックしていきたいと思います。このレバーをぐっと下げてもらって、このスイッチでスタートいたします。はい。しっかり動作してますね。途中で弱くなったりしないで、スムーズに動いております。はい。ここでシャッター切れてるですね。はい。最後までしっかりと動作しております。底蓋を外していきます。底蓋を外してもですね、中身に金属の腐食、錆、汚れとかですね、このレールの錆とか、素材の劣化なども見当たらないですね。シャッター膜もご覧の通り、綺麗ですね。じゃあここで1000分の1秒の高速シャッター
ちゃんと空いてるかどうか、こう見ていきますね。はい、一瞬ですけれども、こう、はい、ちゃんと空いてるのが、はい、お分かりいただけます。ということで、シャッターもですね、低速から高速までしっかりと問題なく動いているのがお分かりいただけます。底蓋もこうしっくりと閉まってますね。こう、緩かったりとかですね、こう、きつすぎたりとかしてないですね。はい。で、付属品がこちらの純正のボディキャップですね。はい。ということで、非常にいい状態のですね、ライカ M4 ですけれども、念のため、末永くお使いいただくためにですね、全体的な分解整備、清掃、調整を改めてご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。ということで、はい、ライカの M3、M2 に並んでですね、大変人気の高いライカの、レンジファインダー、フィルムカメラボディ、ライカ M4 になっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。